んばんは。ファンミありがとうございました。ちょっとスマホのセッティングができておらず、ラジオだけどセッティングできたらすぐつけ、ファンミありがとう。ない、どこ行ったっけ。こんばんはみんな。先ほどはありがとうございました。一部にお越しいただいた方、二部にお越しいただいた方、初めてのファミ感動した、今日も可愛かった、嬉しい、ありがとう、ありがとう。来れなかったけど、ひなたちゃん、カレアイちゃん、みんな楽しんでるかなって頭の片隅で考えてくれてた方、こんばんは、みんなありがとう。お仕事とかの人はお疲れ様です。よしよし。もうさ、前髪が壊滅的なんだけど、いいかな。もう前髪がマジでやばい、レッスン終わりみたいになってる。もうそうそう、まあよかろうもん。応援電波宇宙に送りました。宇宙まで行っちまったのか。よし、よいしょよいしょよいしょ。こんばんは。前髪もやばいわ。あ、初、ちょっと待って、嬉しい、初ファンミーでした、楽しみ、ありがとう。りんごちゃん見たよ、早速ツイッターもフォローしてくれてありがとう、嬉しい、りんごちゃんありがとう、嬉しく、これからありがとう。ごめん、コンタクトももう取っちゃったのよ、実はコンタクトも取っちゃって、あの髪もなんかさ、壊れてるけど気にしないでね。そう、嬉しい。てかさ、来てくれてたことあったってことだよね、これ多分初見じゃないか。ファミ楽しかった、ありがとう。こんばんは、みんなありがとう。ういちゃんめっちゃ距離近くて最高すぎた、やったー、ありがとう。え、なんかさ、あのスタンディング席で制服2人の子立ってるの見えてて、誰なんだろうってめっちゃ思っててさ、あのお話ししに来てくれてめっちゃ嬉しかった、ありがとう。めっちゃ嬉しかったんやけど、ういちゃん可愛かったよ。よいちななさん可愛い、ありがとう、可愛い。りんごちゃんかわいい、ありがとう。今日は結局迷いに迷ってちょっと巻き取れかけなんですけど、巻きツインにしました。昨日のね配信で髪型どうしようかなって話してて、あ、あれだ、りんごちゃん、そうだわ、昨日のチーク菓子配信見てくれてるって言ってたね。そうだから初見じゃないわ。やったーん、ありがとう、かわいい、やったーん、ありがとう、嬉しい。ケンタッキーさん、オンプ、なべなべちゃん、ベアー、クマ、やったー、アイラブユーベアーみたいなね、かわいい、ピンクのベア、ありがとう。嬉しい、タケさん、静岡の店舗のオンプハート、あれ、ありがとう。キラキラ星、ありがとう。楽しかった、今日マジで弱に久々、ほぼ3ヶ月ぶりぐらいだったんですよ、ファンミ。前のファンミ、私の生誕で9月3日、生誕させていただいたんですけど、まあ、9月3日、ほぼほぼ8月だとして8月末、本当にね約3ヶ月、今日11月末だから3ヶ月近く、2ヶ月半ぶりぐらいのファンミ弱りだった。めっちゃ久々でしたね、楽しかった。やっぱアットホームな感じがあるね、あの対バンとかさと違って。周年ライブもさ、あの広いとこでやらせていただいたのあれなんですけど、ファンミ岩により、ね、広いところでホールでやらせていただいたので、そうそう、ファンミ文字数が足りん、文字数がもしかして足りん、どうしよう、ありがとうって2文字でどうやって表せればいいんだろう。絵文字、絵文字2文字しか打てないのに、ありがとうって打ちたいのに
2文字しかあと入力できない。なんかありがとうってこういう絵文字ないっけ、なんかこの感謝みたいな、なんかさ両手の絵文字あるよね、これかな、できた。ファミめっちゃ楽しかったのでまた行きたい。やったー、ありがとう。おつひにゃぱん、みなさんこんばんは、お疲れ様、ありがとう。こちらこそありがとう、一部来てくれて。あみたさん、あみたさんだ、ありがとう、ありがとう。え、今日来てくださったあみたさんだよね多分。ツイッターも見ました、ありがとうございます。シンデレラ靴ありがとう。日向不足、あの直で会いにも来てほしいけど、とりあえず今日のとこあの配信で日向不足解消してください。そう、帰宅しました。2部途中で抜けてこの時間、え2部のどこで抜けたの、どこまで聞いてくれたの、私2部の、まあいいや、うん、どこで抜けた、なんだろう、どこで抜けたんだろうなって思いながら踊ってました。ここ今いいのかなとか思いながら、え、そうそうそう、めっちゃそう踊ってました。今日も福ひにゃ透明のビニール越しから飛び出てきそうでした。福ひにゃさん、私飛び出たいんだけどさ、飛び出れないみたいで悲しいよ、飛沫シート。ユニット変わるときに抜けた、じゃあ私のさリブのユニット見れてないってこと。オレンジノートのさ、まあ、一部は見てくれてたと思うんだけど、あ、そんと、まあまあ新幹線の時間とかあると思うからギリギリまで見てくれてありがとう。そうね、後半前半戦でかお帰りになられたということで、もドル線の衣装、赤いさオレンジノートの、あオレンジノートじゃない、赤ワイン色の制服のね衣装見に来てくれてありがとう。え、オレンジノート俺得すぎませんか。いや、それな、宮ひな、レミ全員いるよ。そうだよ、そう、こんにちは。みんなちょっとね定型文読めてなくて申し訳ないんだけど、コメント見てるわ。定型文ぜひぜひ送ってね、あの誰が今見に来てくれてるかなって分かるから嬉しい。そう、今日楽しかった、やったー。みたさん特典会で洋服と髪型めっちゃ褒めてくれてて腰に砕けました、やったー。ってかそのツイートも見た、ハマチちゃんめっちゃ本当に可愛かったの。え、めっちゃ、あ自分でやったのかな、あの髪、私できない、このここなんかできないわそういう髪。この今日巻いてもらったのもあかりちゃんに巻いてもらったから、え、そうそう、なんかツインとかポニテとかできるけど、あと触覚とかできるけど前髪とか、そうそうそう、だからさなんかああいう髪型もめっちゃさ似合ってたしさ、服めっちゃ可愛かったよ。そうそう、感謝感謝感謝ってみんな言ってる、そう感謝って打ったら出る絵文字だ、これにしました。そうそう、福ひなちゃんやばいよ、もうちょっとねテストなの、テストなの、頑張れテスト、テスト終わったら私とのオンラインお話し会だよ。いやテストいつ終わるんか知らんけど、あ26日オンラインお話し会だよ、あの初めましてできるの超楽しみ。やばい、なんかさケープで固めてたのがさ汗で取れちゃってさ、なんか再生不能なんだが、どうしよう、マジやばい、前髪やばい。だから多分公式のツイートに出てた最後の集合写真も前髪終わってんだよ、ちょっとマジかな、すいません、やぽーやぽーん、今日楽しかった、ありがとう、こちらこそありがとう。さあ、福ひなに歌歌ったの今思えば時間もったいなかった、わらわら、あはははは、特典会でね歌歌ってくれました、びっくりした、急に知ってるって言われて、うおーって、うまかったよ、似てた、静かに湧き散らかした、静かに、こんにちは、嬉しい、今日みんな来てくれた方も、今日来れなかったよって方もコメントしてくれてめっちゃ嬉しい、応援電波めっちゃ届いてたよ。あと多分来れなかった方とかもあのツイッターとかインスタとか見てくれてて、リップとかいいねくれててめっちゃ嬉しかった、ありがとう。合間に見てたよ、あのリハのリハと本番の間とか1部と2部の間とか、そう、今日初めてお話できて嬉しくて、ありがとうみゆちゃん、なんてさっきめっちゃ嬉しいツイート見つけた、嬉しいツイートっていうか笑いながら見ちゃったツイート、めっちゃありがとう。なんかでもさ言っていいんかな、ツイートの内容言っていいんかな、めっちゃ面白かった、あのいいねさせていただきました、はい、ね、嬉しかったよ、嬉しかったけどちょっと突っ込みたくなった、おおってそうそう、夕食とんかつだった、いいね、
電波届けてありがとう、電波届けてくれて来れなかった方、届いたよ、めちゃめちゃちゃんと弱に地下にあるんですけどね、一個地下っていうか螺旋階段下がったとこ、そちらに届きました。そうそうそう、特典開発参加だったんですけど、めっちゃ笑顔で話してくれて買うけど、嬉しいね、嬉しいよ、初参加で。めっちゃさ、私本当にライブも好きっていうのは前提、ね、ライブ好きっていうのは前提なんですけど、マジで特典会、なんかさ、ライブ終わった直後にさ、それを見てくれてた人とさ話せるのめっちゃすごくない？めっちゃ嬉しい、てか楽しい、話すの人となんか嬉しい、みんなさニコニコでさ、ここお疲れ様みたいな感じで、ここが良かったよとか、今日もなんちゃらだねとかとか、すっごいルンルンなんですよね。嬉しい、5人とお話できるのは初の経験なので緊張します。確かに一人ずつこうね流れていくとはいえ、合計5人と喋るからね、あのね、不思議だよね。ドルセンって略すんだ、初めて知ったって、ドルセンって言ってるね、何か私も今言ったか、ドルセンって言って、あの瀬戸利覚えるときにドルセンって言いますね。なんかアイドル宣言ファンサー夢ファンファーレみたいな感じで覚えれないじゃん、ドルセンアイドルファンサー夢ファンみたいな、なんかその瀬戸利覚えるときはなんか極力短くこう覚えてるから、それでなってる。そう、私のアナコメも定型、わあ今日も可愛いですそれじゃ可愛くない時にも定型文だから言ってるってことになりますよ、白子母さん。アルナージさんお疲れ、可愛い、ありがとう、今日もいっぱいお話できてギフトありがとう。マジでメンバーに見られながら福田ひなたちゃんの好きなとこ言うの恥ずかしすぎるから、でもあれは私が5人の中で特典会の列のレーンが最レーン並びが最後だったから聞かれてないです、ちゃんと一番こっち あのアクリル板で喋ったので。今日ライブと特典会ありがとう、遅刻した件が頭の方見えてないから、遅刻してあなんかあの自己紹介 MC の時にタイミングを見計らってあの入場されてるなと思って見てました。そう、こちらこそありがとう、忙しい中みんな予定を合わせて来てくださり、応援電波もお仕事とかバイトとか学校生活しながら届けてくれてありがとう、頑張れる、好き、始めました、楽しみね、楽しみ。なんかこうさ、ここ痛い、打たれたのかな、ごめん、なんか言っちゃった、スルーしようと思ったんだけど、なんか痛い、なんかぶつけたのかな、ここの骨痛いんだけど、なんかおたふく風、おたふく風がわからん、痛い、おかしい、おたんできてないの、やばい、めっちゃ痛い、どうしよう、なんかしたっけ、なんかここタックルされたのか、写真撮るときのファンの内輪を確認してる福田ひなたってこと、こうかわいいね、俺のことが好きみたい、おそれツイートしといてなんやねんそれって、嬉しい。そう、あのまあ一部はね宮生誕だったからそれはそうなんですけど、二部で記念に集合写真撮りましょうってときに、そう、私あの撮るときにちょっと後ろ向いて、あ誰かあのだ ここの席の方とか、ここの席の方、福田推しの方だから私のうちは集合写真撮るとき載せてくれてるかなと思ってちょっと見ちゃいました、こうやって後ろ振り返って、そしたらあの福田ひなたとかあのうちわとかタオルやってくれてて嬉しかったです。そう、ライブ2部めっちゃ楽しかった、ライブね、あって私たちもあっという間よ、本当ファンの方もあっという間って言ってくれて嬉しいけど、そうそうそうね、楽しかったって言ってくれて嬉しい、ありがとう。そうそうそう、ツインテール好き、やった、携帯の電波届かないが応援電波届く、そう、そう、弱人の地下って、ね、電波届かない、 Wi-Fi じゃないと厳しい、 Wi-Fi でもあれだけど、あだったんのとかの直筆さん、本当よかった、いつか特典会行きたい、ぜひ直で会えるから、今日なんかあんまり電波良くない、電波良くなかった、来てくれてたでしょ、見つけたよ、特典会いなかったけど見つけたよ、めっちゃあのセンターらへんにいた、ありがとう。じゃあ僕ないとかって略したりできるのか、僕ないって何、僕らはきっとすごくない、僕らって言ってる、でもね僕僕と僕らでめっちゃややこしいのよ、
今日のだから2部の瀬取りとか1周年の瀬取り、あの乃木坂さんの僕は僕を好きになるっていうのをカバーさせていただいて1周年で今日の2部で披露したんですけど、あれもボクボクって略してて、新曲の僕らはきっとすごくないはあの僕かぶりしてるんですよ。だから瀬取りの中で僕が2個あったらちょっといつも どっちの僕だっけ。夢半とかファンさんも聞けて嬉しかった。やったーありがとう。改めて福ひろに惚れました。やったー、嬉しい、ありがとう。やった、福ひろに惚れた人、はーい、ね、嬉しい。今日も可愛い、やったね。そう、特典会の列最後、そう今日さ、あの1部も2部も特典会の列5番目最後の人でした。そう、珍しいよね、両方最後なの。でも福ひなは最後のいること多いねって言われた。何のこと、殴られた、殴られたかも、なんか骨が痛い。あの歯とかじゃなくて骨、なんかなんで今急にマイクぶつけたのかな、なんでだろう。でも今日ここマイクぶつけて、ここあざあるんです、ここ。ちょっとなんかあんま分からんけど、あのぶつけてたみたい。いや知らなかった、あの特典会っていうか、なんか後から気づいたんですよね。でも今まで私バイクじゃない、マイクをぶつけるとか事故したことなかったんですけど、なんか途中終わって気づいた、ここになんか多分分からん、マイクか、殴られたのかもしれない謎いです。でも楽しすぎてマジ覚えてないです、そんなこといつ起きたか。そう、気をつけてって言っても仕方ないけど、声出しだったからちゃんと手洗いが、したライブ終わった後も手洗いうがいしてるし、あ、なんなら私帰って即一番に洗面所行ったというか、めっちゃ潔癖みたいに言われそう。なんかあの合間にお弁当とか食べるから、そうスタッフさんにもみんなお弁当とかも食べると思うし、そう特典会の後にも手洗いうがいをしてるのね。ありがとう、気遣ってくれて。2部にいたのですが、イヤリングつけ直す福ひなちゃん可愛すぎるので今でもキュンが止まりません。あははは、見られてた。じゃああのさ、イヤリングがさこの髪に引っかかってて、ここの触覚にどうやって説明したらいいんだろう。なんかこういうのがあって垂れてるイヤリングだったんですけど、金属部分がなんかその金属部分のとこに髪が引っかかってて、髪とイヤリングが結婚してたんですね。だから踊っててさ、踊ってたらさ、こうイヤリング動くのに、イヤリングはこう自由自在に動きたいのに、この私の触覚とイヤリングがひっついてるから動けなくて、めっちゃさこう引っ張られて痛くてさ髪が。そうだから頑張って、あの知恵の輪ほどいてました、この触覚とイヤリングの無事ほどけたのでよかったです。イヤリング直しながらもリアクション取るひねが可愛かったさ。そう、 MC 中に帰って、そうでもさ MC には参加したいからこうやって、そう知恵の輪が こんなとこで行われててちょっとウケた。福田が単独ライブ、そんなんさマジ1年後とかじゃない、マジ周年ライブの時とかしかなくない、絶対単独ライブ。さみしい、ういって、ういういういってなんやねん。惚れ直しました、お惚れ直した人がここにもいたぞ。結局手紙の最初盛り上がった DM ねんつけ、ねえ、いやでなんで書いたって昨日言ってくれてたじゃん、あの夜の0時過ぎとか。へえ、聖書とかせんでええのに、みんなそんなあのね気を使わないで、そんないいよ、もう思ったことをパパッと書いて間違ったらシャシャってボールペンでグンって消した手紙でもめちゃめちゃ嬉しいんだから、書いてくれること。そうでもまあ一旦 DM でもじゃあいいですよ、よし聞きたい。でもお手紙の方がさ一生残る、 DM だったら残らないじゃん。でもあのお手紙だったらずっと私のファンレター宝物ボックスに残るので、ぜひあの2箱目に突入しましたそうステージから結構席見える、めっちゃ見える、特に4人は見えるね。ファンミ来たかった、また来てありがとね、そう
広島からあの時間に間に合うなんて思ってたんですよ。広島から飛行機でマジどうしたんだろう、骨が痛い。ライブ後の物販で特典券余ってた。ああ、そうだよね、特典事後物販っていうのかな。そうそうそう、よかった、嬉しい。福ひなの直筆救出するためリオちゃんがいなくなりました、責任取ってください。あ、それは責任取るわ、大事。いや、ごめん、それは責任取る、結構ガチで。ごめん、大事、リオちゃんの直筆だったん聞いたよ今、TG に、TG さんに。そう、喋りすぎたよ、あごかん、なんかさ、何これ、分からん。あれはじゃんけんに勝ってるのも勝ってる、自分では恥ずかしいけど、1部も2部もまさかの1位勝ちしてしまって15人の中でじゃんけんで、あの行かせていただきましたちょっとね、申し訳ないんだが、そうそうそう、あのか勝ち、あの恥ずかしいな言うのか、勝ちまして、そうそうそうですね、さ最後に行かせていただきましたね、福ひなが最後だと会場の外まで声聞こえるって本当ですか？え、知らん。そんなん私別に自分が特典会してるから外で誰の声が聞こえるとか聞いたことないもん。そんなことは本当じゃないと思いますよ。そう、ひなた自分でマイク殴、自分でマイク殴ってた。え、いつそれ、何、マジでわからないんだけど。あ、待って、一回後ろから前に移動するときかな。え、でも何の曲か覚えてない。え、あの時に手打ったのかな、ここのあとグッて出てて、え、なんかそう MC の時にあれ、なんか私手がボコボコしてると思ったら打ってたそう、バイク事故とマイク事故違いすぎ、そうそう、あ、そう、髪とイヤリングを離婚させた、そうそう、久しぶりね、マジ久しぶりだった。痛みもライブしてたら気づ、え、多分そう、ライブしてたらマジ痛いとか気づかんよ本当に。骨折とかだったら気づくんだろうけど、マジね、あーね、楽しすぎて。そう、こんにちは、こんにちは、じゃあその時に、そうそう、ちゃんとひな見てる俺ら偉い、偉すぎ。福ひなゲット、よかった。福ひなたの直筆引き直しに行く、なんかけど今後、ああそうだよね、そう、ひなたの直筆引き直しに行くとかなりが、そう、嬉しい、私のね、私の直筆を探しも、あの求めてね、こうしてくれたらしくて嬉しかった。しかもめっちゃ早かったよ、すごい嬉しかった。そう、手紙書いてないけど心の中読めた、うん、もう私が伝えたいことを今日伝えたから、このなんかはい、お花、赤いお花2つのアバターの方、お話し会終わったらお手紙くる、やったー、ありがとう、お手紙マジ嬉しい。ミヤセット入ってくる、え、一部ね、一部二部も楽しかった。ファンレターボックス持ってるの小倉優衣と同じじゃん、さすが神アイドルねえ小倉優衣さんも言ってたの、小倉優衣さん、優衣さん、そうなんだ、優衣さんめっちゃポニーテ似合いますよね、受ける。ひなちゃん今日も可愛かった、ありがとう。ということで1週間の出張のリハドキさん、1週間の出張お疲れ様でした、ゆっくり休んでください、来てくださりありがとうございました。今後ひなたの直筆引いちゃった時で、今後ひなたの直筆引いちゃった時はトレーに出さずに保管することにしました。偉すぎ、大事よ、それを見て幸せになってくれると嬉しいな。そう、え、待って、まさやだったのね、ちょっと待ってくれよ、このちょっと待って、ね、まさやとしたの、ガチで言ってるこれ、ちょっと待って、まさや今日もプレゼント入れたよって言って、どういうこと、なんで
さ、私のことを応援してくれてる方が私の直筆、どういうこと？まあいいか、福田ひなたちゃんが広まるためにって思って、え、どういうこと？ちょっとマジどういうこと？めちゃ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 気に なるんだが、どういうこと？私が A ちゃん推しで A ちゃんの直筆引いたけど、 B ちゃん推しの子に A ちゃんの直筆渡したみたいな、あの言い訳はわからんことになってるけど、まあいいや、ありがとうございます。まあまあそうね、まあまあまあ深追いはしません、ちょっと戸惑っただけ。はいはい、そうね、受けた、面白い、びっくりしたわ、ツインテルコやった、ありがとう。そうメンバー見てる、メンバー見てるから、ひなたあいのツイート、メンバーありがとう、ひなたあいのツイート、あ、ありがとう、よ届いてたみたいで嬉しい、あの千春ちゃんにそうだよって伝えといてください、あの返信返信、そうだよそうだよ、それで合ってるよって言っておいてほしい、あのくれてたから連絡、まさやさんいいんです、ひなたひなたで大切じゃない、ありがとう、レビューあたりマジくださなんか痛そうだった。喋ってる時に、曲中じゃなくて喋ってる時に私マイクぶつけてた、いやそれはないでしょ、 MC の時に、嘘マジ MC 楽しすぎてふわーってなったのかな、まあ見てくれててありがとう、さすがさすが最善、そうね、すごい、こんにちは、みなこんにちは、ふーちゃん、ふーちゃんまし、DM したら長すぎて途中で、え、インスタの DM って文字制限とかあるんだ、知らなかった、へえ、そんないっぱい書いてくれて嬉しい、でもいっぱい書いてくれてるゲだったから楽しみにしてたのに、今日の日にょ、そうそうそう、なんかね今日初めてカレー屋見に来ましたって言ってくれる方もいて嬉しかった、めっちゃ、てか初めましての割合が増えた気がする、まあ、そりゃそうか、3ヶ月前とかだもん、名前のファン見で、あとはいやそうだよな、うん、でもそうかな、めっちゃ嬉しかったです、めちゃめちゃ嬉しかった、あとなんかでも一回コメント読んでから喋るか、そうそうそう、福ひなちゃんのうちは早速家に飾りました、嬉しい、そう今日うちは持ってたからさ、嬉しい、手紙でいいならいくらでも書くけど、ただの、え、めっちゃ嬉しい、嬉しい、嬉しい、いいよ、うん、いいよ、そんな大変とかない、今日から特典会グラグラでも付き合ってくれてありがとう、いやこちらこそありがとう、いつも今日も帽子似合ってた、そうえってなるわけじゃん、あれさマジリハの時から面白すぎて笑っちゃった、そう子さんは消えたってこと、いやさそういうわけじゃない、子さんは消えたってこと、え、でもまあまああの来てくれてない方もいますからね、もう特典クリアのライブに来てくれてるの見つけたから、そうそう、じゃあなんかえ多分その5人レーンだったからっていうのもあるから、別に私目当てで来てないって言ったらおかしいけど言い方、まあ、そんなことはないと思うんですけど、なんて言うんだろう、そのさいろんなメンバーきっかけで知ってくれた人が増えたっていうか、なんかえなんか嬉しかったな、めっちゃ、福田ひなたって子が可愛かったです、でハッシュタグカレー愛、おーナイス、ハッシュタグカレー愛までつけて、福田ひなたフルネームでありがとうございます、特典会義務ではない、そう義務ではない、来てくれることが嬉しい、ライブにまず、なんかさオーディションの頃からカレー愛のことを TIFF でデビュー2021応援しててずっと来たかったんですけど、今日やっと来れましたって言ってくれてる方いてさ、めっちゃ嬉しかった、えー、ってなって、えオーディションってそのなんか配信とかいろいろ投票とかのやつも見てくれてたのって言ったら、うんって言ってて嬉しかった、えめっちゃ嬉しかった、まだまだいたんだなと思って、2人で来てくれました、嬉しかった、そうなんかね懐かしいなって改めて思った、1年前のオーディション、
今まで見たことない方が会場に結構いて嬉しいことだねって誰かもおっしゃってたのけど、あ、本当？やっぱファンの方的にも顔ぶれ的に知らない顔いるなみたいな感じだったのかな。え、でもなんか、うん、そうだね、そんな気はする。うん、嬉しかった。特典会楽しすぎたからたくさんループしちゃいそう、これ。嬉しい、ありがとう、ありがとう。約束はもう守った。なんかちょうだい、なんかちょうだいって。あれみたい、あの、ママ、ちゃんとおかつ、おかたか、おかたか、おたん？おた、お、お、おか、お片付けしたからお菓子ちょうだいみたいな感じ？子供みたいで可愛いです。はい。ね。今日はユニット初披露のオレンジノート。私たちの5人はオレンジノート。桃色クローバー Z さんの、もう一チームの5人は SKE さんの前のめりを披露しました。そう、なんかね、ウォっていう声が聞こえて、ウォってなった。こっちがかわいい、いただきました。え、なんかあの桃色クローバー Z さんでオレンジノートってみえたんがタイトルコールした時に、今日声出し OK だったから、あのうわって声が出たんですよ。それで言ったよ。そうで、最初5人でこう真ん中に1人いて、2人でこうマイクをこうね、なんて言うんだろう、2人いないから難しい。 これがもう1人の顔だとして、これ1人の顔だとしたら、お互いにこう向き合って、向き合ってこうやってマイクをこうお互いの顔にこう、ここに人がいたとしたらこうやって向き合うですね。 こっちがあるとこっちがある、こんな感じでこっちに人がいる。それで歌い出すんですけど、空に飛んでいくよって。そうで、最初私はゆりぴとこう顔を合わせて、ゆりぴにマイクを向けて、私にゆりぴがマイクを向けてくれて歌い出すから顔を見合わせてたんですけど、そう、熱の向かいの人、熱の向かいの人って自分たちじゃん。熱の向かいの人はファンの人だよ。え、そう、それでなんかうわって言ったから、私とゆりぴめっちゃニコニコしちゃって、あの全なんかあの曲が始まる前ちょっとあるじゃん、なんか4カウントぐらい、めっちゃあの普段はリハーサルとかもこんな感じ、こんな感じで駆け出したって感じなんですけど、今日はなんかそのうわっていう声で2人とも反応して、よっしゃ行くぞみたいな気持ちになって、すっごいニコニコで帰って駆け出したって始まりました。そう、そう、それはももクロでしたね。いや、そうだよね。そう、誰もいない、怖いって反応を期待してたね。やべ、でちの向かいが反応人でした。明日も早し、体力限界なんで寝るわ、よし、改めて。こちらこそありがとう、いっぱい寝るんだよ。そう、声出されるの楽しい。ね、出してたね。ありがとう、皆様。マニさん、やはん。2部の特典会のスタッフさんに、この前とマスクが違うよね、と言われて、知らない人に見られてると思いました。魚？何？魚のマスク？どういうこと？知らない人と間違えられたってこと？待って、2部の特典会のスタッフさんに、特典会のスタッフさん、借り合いのファンの方までなんとなくだけど覚えてるってこと？こういうマスクしてる人いたなみたいな。やば、スタッフさんマジですごい愛ですね。ね、一生懸命くれないみたいな。え、マジで目合わなかった。まあ見てくれてありがとう。ねえ、僕らはきっとすごくないの、せーの、思いっきりやりたいんだけど。あーね、だからあの僕らはきっとすごくないっていうカレーの最新曲、せーのって全員でこう円になってて、こう肩を組み合って、エンジンみたいな感じで、じゃんじゃん、せーの、最高の仲間がいてって始まるんですけど、あ、せーのを一緒に言うとしたら、あの、まあ、次何の曲来るか分かんないじゃんライブって。だからあれかも、カレー愛が10人こうこうやって片方マイクでこうこうやってみんなでこう腕を組んで、
円になったら、あ、これは僕らはきっとすごくないが来るんだって思って性の言う準備しとったらいいかも。で、あのじゃんじゃかじゃかんせーのって入る、まあ、それは多分普通に会社にいて聞いてたらわかる、せーの言うタイミングは、そのクリックで、そうそうそう、とか、音楽サブスク解禁されててそれでも聞けるからさ、そうそう、よかった。でぜひ一緒にね言っていただけると嬉しいです。せーの、最高の仲間、最高のとかもさ、サブスクの曲聞いたら分かると思うんですけど、最高のとかはなんか10人みんなが自由に最高のって歌ってるんですよ。 なんて言えばいいんだろう、なんかその音程がないっていうか、そのなんか最高のとかのとこは僕らの青春とかのとこもレコーディングの時になんか普通にまあ一回撮るじゃん、普通に撮るじゃん、その歌として。そうで、なんかその後に青春とかのとこだけえもう何もピッチとかリズムとか音程とか何も気にせずいいから、とりあえず思うようになんか青春って言ってって言われて、はいって言って言って、多分あれを10人分集めてやってる。え、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいのこれ。ぜひ聞いてください、この音源出てるので、サブスクで。最高のとかのとこはなんか10人がこう歌ってるのが本当にきます、耳に。なんか青春してる女の子たちが最高のってこうみんなで楽しく歌ってる感じに聞こえると思う。そうなね、だからあそこはライブっぽいっていうか、そうだからせーのとか、せーのとか最高のとかは、だからそういうとこみんなでわちゃわちゃ歌ってるような音源にもなってるところとかはぜひ一緒に歌ってください。前回の個別特典会のゆりぴ担当の方覚えてそうです。自己紹介したのスタッフさんに、すごいなそれ、楽しそう。デイリー、ほんとデイリーみーちゃん、おともれ、どういうこと、ファンサの LOV、 あーそうそう、声出し楽しかった、やったー、よかった。あんな曲隠し持ってたとかずるいぜって、あはははは、対バンでせーの決めたらインパクトあると思う。確かに確かに、対バンで急にさファンの方がせーのって言ったら、え何ってなってね、その後聴いてくれそう曲も他のファンの方がね。だからエンジンっていうか組んだらあれです。そう、力士が欲しい、七瀬多分、12月のあれはクリパー難しいのかな、クリパー11日。そう、え欲しい欲しい、2部の特典会の時スタッフさん神頼みだったのでスタッフさんしか片打ちは見せときました。お、富山でおやすみ。そうそう、2部の特典会のスタッフさん踊った、え待って分かったかも、特典会終わった後さ、2部のえ男性スタッフさんかな、え踊ってたの、しかも新曲踊ってた、推し編踊ってくださってるスタッフさんは今までにも何人かいたんですけど、えそう、僕らはきっとすごくない、特別でもないって、この振り、踊ってくださってた、びっくりした。そう、ねえ、ね、確か今フェスの芋食いたかったね。今フェス入場はできたんでしょ、でも買えなかった。でも今日雨だからね、チャンスっちゃチャンスでしたよね、絶対人少なかった。でもならね、間に合わなかったんだよね。そう、福ひなが宮田アバターイネティ出たな、うわ違う、あれは宮田さ実家でも犬飼ってて、そう犬飼ってたから、マジ宮田さ犬のイメージめっちゃあるのよ。犬飼っててなんか
そう今あれだけど、そうその時はあの犬の散歩してきましたとか SNS 更新してたり、そうだからマジでみやたんは犬が好きなんですね。そうだからなんかあれかと思ったの、太郎なんだっけ、太郎だっけ犬の名前、違うな、なんだったっけ、太郎はみやたんが持ってる犬のぬいぐるみだわ、多分ぬいぐるみな気がする。え、そのなんかまあそのなんか犬がいて、やばい名前忘れちゃったけど、そあの亡くなっちゃったんですけど、そうあのいてこの前まで、あの半年ぐらい前まで、そうそれでみやたんは犬好きだから、その自分の家の犬をアバターにしたのかなと思って、何も疑わず犬って言っちゃったのが、ね、そうてか見間違えるっていうか、ずっと犬だ、なんか別にそんなアバターなんか、なんかだからね、ちっちゃいからっていう言い訳、え、そうなんか普通にみやたんイコール犬好きのイメージで、そうそうそう、うんうん、みやたんに終わってから言われた、即言われた、終わって生誕祭終わって、あのはけて、あっちはけるじゃん、横の列通って花道みたいな、なんて言うんだろう、横のってことはけて、ね、ゆくいな、なんか私ガチで怒っちゃんだ、怒っちゃったわとか言って、あの猫のやつなんかみやめっちゃガチレスしてしまってんけどみたいな感じで言われた、にこやしいって言っちゃったわとか言っちゃって、可愛かった、うん、全然大丈夫よって言って、そう前のめり最高でした、ありがとう、ね、そうでもさ、おやすみおやすみ、え、そうそう、ね、犬めっちゃ笑ってて、その後私がさ真面目に今日の感想話してるのに、もうみんな笑ってるから、本当にまあ申し訳なかったですけどそんなこともありました、まあ、猫だね、ね、今日の袋開けってすごくない、もう上がってんのな、どういうことどういうこと、え、違う違う、タヌキのさっきは隠し持ってったとか言うけど、どういうこと、僕らはきっとすごくないわ、一周年ライブで披露しましたよ、え、どういうこと、一周年ライブで披露した曲だよ、一周年ライブ初披露曲が多すぎて わけわからんくなっちゃったかな、ね、半分ぐらい初披露曲だったからね、一周年ライブ、 その時に初披露した曲の一個、新曲です、アイドルでよかったと一緒のタイミングで出た新曲かな、福井で今日はありがとう、こちらこそありがとう、そうね、これの仕方がよく分からず前のめり気味に叫んでました、おーおーおー、え、なんかでもマジで今日思ったんですけど、9月のファンミで初めて声出しが解禁されて、あの9月のファンミより今日の方、今日の一部はめっちゃなんか声出し感じると思ったし、今日の一部より二部の方がめっちゃ声出し感じるって思った、からさ皆さんすごいマジで回数を重ねるごとにさ、こうめちゃめちゃ練習してきたのかなって思うぐらい、マジで、あその9月がダメだったとか一部がダメだったとかじゃなくて、マジ全部9月の時もえやばいすごいって思ったけど、それを超えてきた一部だったし、それを超えた二部だったの、マジびっくりした、もう自分たちの声が聞こえなくなるかと思われるぐらいすごかった、めっちゃひなたーも聞こえた、嬉しくてあれ歌いながら 笑いそうになっちゃう、あひなたですって言いたくなっちゃうちょっと嬉しすぎて、パーソナモットーとかやるの嬉しい、そうなんか今日マイク向けてみた、全然リハとかでやってなかったんですけど、なんかあまりにも声出しが楽しすぎて、本番始まったらなんか好きになってもっと私を見てもっとってパーソナあるんですけど、なんか楽しすぎて気づいたらあのファンの方にこうやってマイク向けてた最高です、僕らはきっとすごくない、ダンスが激しい、そうそうそう、あのね、誇り高きとかと同じ方が振り付けてくれさってるし、そう、まあ感情を表してる感じですね、そうそう、次はもっといくぜ、おお力、心強い、もっといくぜって、ありがとう、12月も一緒にファンの方の声出しもだし、私たちも楽しめるようにこう頑張ろうと思います、
アイドルよかアイドルでよかったもいいけど、せーのは最高。やったん。初披露で撮影した記憶がシャッターチャンスわからない。あー、そうそうそう、初披露の曲ってカメ子さん難しいよね。こんばんは。定型文の送ってくださってる皆さんありがとう。全部 見えてます。ヘクヒニャーとかこんばんはとかおつひにゃーって言ってくれてありがとうございます。ボンジーカルナ特典会終わりに最後まで手振ってくれてありがとうございました。こちらこそありがとう。ずっとその振り見てくれて嬉しかった、嬉しかったな、嬉しかったな、ね、よっ。今日はルンルンな気持ちなので1曲だけ歌って配信を終わろうと思います。夜なんですけどね。マジやばい、どうしたんだろうここ。撃たれたわ。昨日寝てる間に撃たれたのかな、もしかして誰か撃ちました。あ、そういうこと。タヌキレンのコメント今わかった、ヨッシーさんのコメントで。あ、公式の TikTok で今日の2部に披露した僕らはきっとすごくないが投稿されました。ライブ音源。マジ公式 TikTok。 見るわ。皆さんついでに私の TikTok も見てください。福田ひなたで出てきます名前。今日のやつ出てんの。私たちまだ動画いただいてないわ。私たちに動画が届くより先に TikTok に今日の2部、今日の2部ってマジさっきじゃん。しかも僕らはきっとすごくないって割と後半らへんで歌ったから数時間前よこれ。見よ。ちょっと待って、聞きます。ちょっとついでにフォローすると喜びます。でもついでに TikTok フォローしてくださると嬉しいです。マジ、ちょっと TikTok 聞くわ。みんなも聞こう。ちょっと私も聞く。いやマジ気になる。どこだろう、サビだろうな。1サビか2サビかラスサビか。びっくりした、爆音で流れてきた。マジそうなんだ。可憐なアイボリー福田ひなた。ほんとだ。ちょっと、最初じゃん。君に見せたい僕らの。いいねしました。いいねしてくれてありがとう。私の投稿にいいねをしてくれました。だからせーのしか勝たんのよ。確かにせーのいいよね。せーのが歌詞に入ってんのやばい。君さっきだ。今日の映像見るの初めて。この世界ではリタイアしてた。君がいるから青春をリベンジ終わった。サビ合うね。めっちゃいいじゃん、やば。めっちゃいいじゃん。おー、すごい TikTok。 すごわ。ちょっと待って、ツイートしてたの。私もツイートしようかな。ちょっともう一回聞きたい。もう一個端末欲しい。ちょっともう一回聞くわ。
せーの、最高の仲間がいい。今カレアイ公式の TikTok で今日のライブ映像流れてるの見てます僕らの決意、こんなはずじゃなかった。ファンの方も映ってるね、客席の後ろ姿。この世界では、あ、いいね、ありがとう。歌い出してた夢がいるから、君がいるから、やば、いい歌詞。仲間いるから、君がいるから、青春をリベンジだって。おー、いいですね。キャー、嬉しい。嬉しい、ラリー、嬉しい。ちょっとちょっとツイッターに載せるわ。じゃあこれ、ファミライブ映像って言っていいよね。ライブ動画、せーのせーの、嬉しい、見たいな今日早く。もう乗ってる。できた、できた。今私は何を見てワーキャー言ってるんだって思った方はぜひ今ツイートしたので福田ヒャンのツイートから飛んでください。やったー、やったーってか嬉しい。なんかさっきのが見れるってね。来れなかった方もライブに、せーの、最高の仲間が、私たちが今日披露したやつ見れるからぜひ。あと私アイドル宣言の衣装も見れるということですわ。マチボーハートいっぱいありがとう。なんかファンマすごいえげつない。マチボーマチボーハートハートハートありがとう。レインボースター初見さん、 AZAAA さん、アザダーさん、レインボースターありがとうございます。すごい。しかも推し編の衣装、推し編じゃん、ドル線の衣装ってさ、ツイートに入れたらよかった。かも。アイドル宣言。リプに足しときます。2部2列目でよかった。なんで？いっぱい見れたから、メンバーのこと近くで。すごい。ほんでついでね、福田ちゃんの TikTok も見てくれてるの嬉しい。ありがとう、みんな届いてるわ。みんながいいねしましたとかコメントしましたとか嬉しい。2部、1、2列目めっちゃ見えるよね多分。じゃあ今日MV 衣装
初めてライブで披露したので、その私アイドル宣言を歌って配信を終わろうと思います。聞いてください。いきます。カラオケ歌えるかな今日、いっぱいもう声枯れてる、今は枯れてない、今日はたくさん歌わさせていただいたわ。よいしょ。どこにいても気づいてくれる福田好きだ、ね、それはマジあれよ、あの福田うちはいつも振ってくれてるからマジすぐ見つけれる。なんかあーこのうちは今日もあると思って見つけれる、で人見たらあってなる。マジマジうちわで見つけるかも。そうそうそう、ありがとういつも。では聞いてください、私アイドル宣言いきます。あんちゃんのよ You are my angel。よかったらツイッターとショールーム、インスタフォローしてください。ごめんなさい、あの初見さんに反応してたら出遅れたわ。ワンモア、yeah。
ギター、ギター何秒あるとか出んの？出ない。終わった！ありがとう！今日私アイドル宣言の衣装をね着て初めてステージに立ったので、その私アイドル宣言を歌わさせていただきました。ありがとうございます。これはハニーワークスさんの曲なんですけど、カレンライブリーはハニーワークスさんがサウンドプロデュースをしてくださってるのでカバーさせていただいてます。エリカちゃん、ピンクアンプ、ちはるちゃん、かわいい、マチボーン、アンプタン、ミラーボール、ミラボミラボ、嬉しい、チュ、ありがとう、ニコ、キラキラ星、ね、マチボ、417、キラキラ星、ピンクのアンプ、カンジさん、3個ミラボ、なんか、プラスできたような気もしたけど、かな ?3 個、6個、6個、嬉しい、6個も。ミラボンありがとう、ぴったり曲と一緒に終わりました。ミラボ6個、ガオさんミラボ10個、すぐすぎありがとうございます。いっぱい嬉しい、10個だて、ありがとう。ムクゲちゃん、ムラシャキオンプ、皆様ありがとうございます。結婚して、結婚しようねん。そう、 LINE 来たので飛んできたら歌って、あーなんて、待って、アバター、アバター、ちょっと何これ、迷子迷子。え、そう、え、あれ、あの間違ってないよ、あの送ってくれてたやつ、インスタ、その通り、伝わってよかった伝わってよかった、伝わってなかったら寂しいから、あのね、伝わっててよかったわ、意味が。そうそう、しげたさん、なんかこの、え、待って、サム君で思い出した、ツインテールから、今日ツインテール、え、ちょっと待ってください、サム思い出、ちょっと待って、いろいろ思い出した。あ、私明日からイベントに出ようと思ってて、あのさあ、ちょっと待って、やばい、いろいろ配信終わりますとか言ってる場合じゃない、ちょっと待って、いろいろ思い出した。え、ちょっとさ、2個話していい、そのイベントの話ともう1個、サム君で思い出したんだけど、え、今日ねあのそう、前言ってたやつ、イベント、そうそう、なんか出ようと思ってたけど、この今週出ようと思ってたら、あの日曜日、今日がファンミだからイベント最終枠配信できないから今週をやめて、先週もイベント最終枠配信できなかったからやめた。でも唯一今週だけ、今のところのスケジュールだと日曜日の夜、あの行けそうなんです。ちょっとこれで仕事の予定に変更があったらあれなんですけど、そうだからしようかなと。え、そう、あ、それは一旦置いときまして、え、そう、あのね今日ね、あのね、リエがね、ワンミーの会場楽屋着いたらこれくれたの、お菓子、なんかサンリオキャラクターズぷっくりラバマスグミ2ってやつくれて、ヘクヒナ頑張ろうってくれたの、優しいよね、今日頑張ろうねってくれたんですけど、でそれ、これ初めて見たんだけど、なんかサンリオキャラクターいっぱいいて超可愛いんですけど、グミまだ入ってる、いる、みんなこんな感じでグミが入ってるんですけど、カラフルな、でそれで、なんでサム君思い出したかというと、これでね、なんかただのグミじゃなくて、こういう感じでマスコットは1個入ってる、マスコット付きなんですよ、1個で、この裏にマスコットが付いてて、なんと私が今日出したのサム君でした。初めて見、私も初めて見た、コンビニとかに売ってんのかな、分からん、どこで買ってくれたか。
サムくんが出たの今日。なんかキティじゃなかったらごめんって言われたんだけど、そう、なんかハンギョドン出たらリオちゃんにあげようと思ってて、サムくんだったのくださいって。え、すごくない？そうね、いつもアバター使ってる。だからあのバッグにもつけました、早速その場で。今日このバッグのここに、そうそう、つけたのよっていう報告です。え、めっちゃ優しい、かわいい、かわいいでしょこれ。そう、なんかグミになんかついてる、めっちゃかわいい。ほら、なんかね、スナック持ってる、スナックって書いてる、このここスナックってお菓子持ってる。サムくんいるんです、ここ。そう、かわいいそう、優しい。え、なんかさ、めっちゃ優しいね。なんか私がキティとかマイメロ好きなの知ってるから、あのこうやって買うときにね、ああこうやって買うときに、てか私さ、本番前だからグミは食べれないけど、ここ開けたすぎて、あのマスコットが何か見たすぎて唐突にここ開けたんですけど、この中にさ私マスコット入ってんのかと思ったら、まさかのここでこの袋に気づいてなくてさ、こっちだけ開ければいいのに間違ってここ開けちゃったから中身残ってるんですけど、まあ後で食べます。そう、なんかポケモンパンとかと一緒でさ、中身にシール入ってるじゃん、ポケモンパンって。だから中身にさ、このキーホルダー入ってるのかと思ったら外でした。で、なんかリエが買うときに、そう、私がキティちゃん好きだからってこうやって手探りで探って、これがキティっぽいかなって探ってくれたらしいの。もうそのことが優しくない？で、一応なんとなくこう触ってキティかなって思ったやつ取ったんだけど、違ったらごめんみたいな感じで、嬉しかったっていう、あの幸せなことがありまして、今日のファンミは開幕しました。いいでしょう、いいでしょう。すごいね、やっぱサンリオって人気にあんだなって思う。すごすぎる。あ、プロ野球チップスもこの形式、あれなの、形式なの、知らなかった。そうそうそう。で、そう、もう一個、あの皆さんにご相談。遅くなってしまった。あのね、そう、イヤホンが欲しくてイベントって思ってたんですけど、ちょっとあのなくて、ちょっとイヤホンは諦めですね。もうワイヤレスイヤホンは、そう、こんにちは。スクショしたんですよね、このどれにするか。これどうですかって聞きたかった。これ探りアプリです。探ってた。え、あの私はこれに申請させていただこうかなと思うんですが、ショールーム9周年記念ってやつ、なんかこの黒と金のかっこいい感じのやつなんですけど、そうに参加しようかなって思ってるんですけど、まあ、スタッフさんに確認を取ってからのにはなるのですが、そう、かもう一個迷ってたのがこれだ。この私感謝の気持ちを届けたいイベント、ピンクのやつ、ゆるてイヤホン SS で、どういうこと、 SS の人しか出れないの、これどういうこと、そんなの書いてたマジ、え、そうなの、え、対象全員じゃないってこと、え、そうなの、え、逆に SS の人は全員これに出るってこと、あ、そうなの、あ、そう、そういうことか、理解。急に点滴交換来られて寝てないの、あ寝てないどころか私の配信見てたというね、あのスマホの画面開いてましたね。本当？ありがとう。でも大丈夫よ、あのバレたって、別にさ
ね、そんな入院してたって起きたい時だってあるしよ。起きたい時は起きさせてくれよってね。元気になりますように。ふくひなめっちゃ顔小さかった。嬉しい、ありがとう。嬉しい、最善で見てくれてて、やったー、ありがとう、嬉しいわ。元気になった、その言葉を聞いて。あ、そういうこと。じゃあ他何しよう。やばい、あの SKE さんの前のめりのさ、心地がいいのとこ、リオちゃんとあかりちゃんが歌ってたパート、めっちゃあそこ、ボイトレの時とかもめっちゃあそこが耳に残ってて、配信で歌いそうになって大変でした。心地がいいのとこ歌いそうになっちゃうにゃ、歌いそうになっちゃう。じゃあ帰りしようかな私。皆さん、あの1週間無理のない程度に、あの楽しく配信に来ていただきたいんですけど、私リスナーさんに感謝の気持ちを届けたいみたいなやつに1週間参加させていただこうかなって思ってるんですけど、あの仕事終わりとか仕事行く前とかに、あのお星様なんかいただくと嬉しいんですけど、良いですか。スタイルの良さは舞台映えするよね。 ありがとう。あ、好きやけどね、それ自主なんだよね、その。いや、そう、すき焼きと焼肉の私めっちゃ興味あって、先週ぐらいからめっちゃ見てたんですけど、なんか日曜日の夜にね、仕事が入るか入らないか微妙っぽくて。そう、いや、そうなのよ、めっちゃいいよね肉のやつ。え、マジで興味そそられてる。そう、どうしようかにゃん、もうこれにしようかなと思って、る日曜日の夜がわからないの、めっちゃ難しい。ないかな、わからない。ふくひなステージで踊ってる時ずっとニコニコで好き。ニコニコで大好き。 ありがとう、見てくれて。あ、本当？本当？感謝の。え、でもさ、他なくない？ね、え、コスプレ、あ、このなんかこれでいけない、できないっぽいわ。そう、このやつはねちょっと難しいようで。え、でも俺が早く退院できますようにって。山猫さんも、山猫さんで喜ぶだろうけど、早く退院できますようにって猫の写真、にゃんの写真送ってくれてて、優しい。にゃんの写真、しかも自分で撮ったやつなんだろうな。にゃんこの写真、にゃんこだにゃん、また。そうなの、リエン。それ申し訳ないな、申し訳ないな。ありがとうな。心地がいい、やばい、めっちゃそこがなんかこの解放されたからさ、あの配信で歌えることにネタバレにならないから、急に心地がいいって歌い出したら、何急に枯れ合いの曲にないやつ歌い出してんだと思うからさ、ちょっとあれだ。あ、いた、本人いそう。え、ちょ待って、ピンチ。カラオケか感謝になった。え、感謝にしよっかにゃん、聞いてみよう。ちょっと、
こ時間やばいやばいやばい、ちょっと あれだわ、ちょ聞いてみた、ね、連絡してみました。でも明日のそう夕方、そうそう明日の夕方なので、ではあの申請が通ったことを踏まえてあのファンルームでお伝えしますね。よろしくお願いします。ちょっと連絡待ちです、あの確認も取らないといけないので。そうでもちなみにあのマジで夜遅くしか配信できない明日、ちょっとねお仕事が入ってて、何時だろう、夜遅く、え、でも11時までにはできる、10時11時、な何時だろうか、11時ぐらいにはできると思います。でもえマジ帰ってきたらすぐつけますね、か正確な時間分かったらその捨て干しをしていただける方がいると思われるので、そう言うけど、でもちょっとあれかも、朝は配信できるんだけど朝 はあれだからな、イベント始まって朝は普通に、もししたとしても朝は別に普通の配信です。ファンルームで教えてくれたらよき、かしこまり、ありがとう。ちょっとスタッフさんとかの連絡確認も取るので、ちょっと確定して申請もしてってなったらお伝えします、よろしくお願いします。カラオケで赤ちゃんでね、みんなどっちかなっちゃうね、そうです、ちょっと連絡してるから、それそういうのも込み込みでいろいろちょっと確認しますね、ありがとう。うん、来るかな返信、もうこんな夜遅いからあれかな、まちょっと確認します、お待ちください、申し訳ございません。配信よろしくお願いしますということで、もうめっちゃ夜遅くなっちゃった、0時41分、だって0時41分、今日何曜日、行け日曜日、明日仕事じゃんみんな、いや今日月仕事じゃん、月曜日仕事じゃんみんな、ごめん夜遅くまでありがとうございました、あのミラーボールとかもありがとうございます、ファンミ来てくださった方もいっぱい感想とかありがとうございます、ツイートも全部見てるので、ハッシュタグカレーアイカレーナイブリー福田ひなたとかのタグ見てるのでありがとうございます。ということで今日の配信を終わろうと思います。15位 TT さん、14位ベルケンタさん、13位トヤマルン、12位韓国ペンギンさん、11位エイカちゃん、10位あつのりさん、9位スーくん、8位やまびこ8号さん、7位 TMFM さん、6位417さん、あ間違えたごめんなさい、やばいコンタクトを外してしまって、6位青木地さんありがとうございます、5位417さんありがとうございます、4位なべなべちゃんありがとうございます、3位あちぼーありがとうございます、ありがとうハートとか音符とかいっぱい、2位かんずさんありがとうございます、ミラーブロックありがとう、そして1位はドゥ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 ガオさん、ミラーボジックありがとう、嬉しかったよ来てくれてありがとう、ごちゃんめっちゃ可愛いありがとう、よかったらツイッターとショールームフォローしてください、インスタと TikTok もやってます。それでは年休取った、お守護主義明日、あー電池も切れた、あー電池切れた、電池も切れたわ、で電池切れたなんか今日は来てくださってありがとうございました、カレンのアイボリーの香川県出身福田ひなたでした。それじゃあ毎日ショールーム配信してるのでよかったらまた遊びに来てください、フォローとかあのね配信中に TikTok も一緒に見れたりして楽しかったです、ありがとう、また明日会おうねん、おやすみ、バイバーイ、いっぱい寝ようねん、バイバーイ、おやすみ、今週も頑張ろう、日付変わって月曜日、バイバーイ、おやすみ、おつひにゃー、またねー、ありがとう。